幸せにお金は重要じゃない。精神科医カバサーショーンのカバチャンネル。愛さん44歳男性。3つの幸福を読むとドーパミンよりもセロトニンオキシトシンの幸福の方が重要と書かれていますが、やはりお金がないと日々の生活いろいろ大変なことが多く、そちらに意識を取られてしまいます。お金というものは幸福のためにさほど重要ではないのでしょうか。そんなことは3つの幸福には書かれていないんじゃないかなというふうに思いますけどね。年収800万円まではお金と幸福はある程度比例しながらですね、増えてきますよっていう事例を一番最初に紹介してると思うんですけども、お金と幸福の中でのですね、もうちょっと詳しく書けばね、良かったのかもしれないんだけども、逆に言うと幸福度とお金が比例してるってことは、ここの一番原点のあたりですごい収入が低い人は幸福度がものすごく低いってことなんですよね。それはね、なので比例してるってのはそういう意味ですから。だから本当に月収20万円ももらえないとか、本当にアルバイトで月15万円ぐらいでなんとか生活してるとか、あるいは親の仕送りで学費を賄いながら本当にもうカツカツで生活してるとか、そういう人ももちろん世の中たくさんあると思うんですけども、その場合っていうのはもちろんお金というものはある程度必要ですよね。その生活していくために、例えばマズローの欲求5段階説っていうのがありますけども、下にこの安全欲求っていうのが来るんだけど、安全欲求って言われても今の時代別に誰かに殺されたり戦争に巻き込まれたりする可能性っていうのは少ないので、今の時代の安全欲求っていうのはそういう基本的人権じゃないけど、普通にご飯を食べれてちゃんと医療を受けたり学校に行けたりするっていう、この当たり前の生活を当たり前にするっていう部分が安全欲求って形になるんですけども、逆に言うと今仕事がなくてもう貯金もものすごい少なくてっていう状態になってくると、安全欲求がかなり危ういですよね。本当に食うに食えないっていう状態になってくるっていう、それはどう見ても幸せからはほど遠い状態でありますので、やっぱ最低限のお金というものはこれは間違いなく必要ですよ。これはね、どう見てもね。だから貧乏でも愛があれば幸せになれるっていうんだけど、その貧乏の程度にもよりますよね。本当に生活費が全く余裕がないとか、今月の家賃を払うのだけでももう本当大変だっていう状況は、それはどう見てもなかなかね、健康で幸せな家族がいてもかなり大変な状態であるってことは言えると思いますので、きちんと仕事をして最低限のね給料をもらっていくと、最低限のやっぱり収入とか最低限の生活レベルっていうものはね、必要であるという形になってきますね。逆に言うとそれっていうのはドーパミン的な欲求なのかっていうと、セロトニン的な欲求になってくるんですよね。その生きるっていう部分とか健康とか、ちゃんとご飯を食べていくっていうことになってきますよね。それっていうのはドーパミン欲求っていうのは上を上を目指すっていう欲求なので、最低限度の生活をしていくっていうのは実はドーパミン的な欲求というよりはセロトニン的な欲求になってきます。ご飯食べれなかったら死にますからね、それはね。だからどちらかというと最低限の生活を行っていくっていうのは、欲求としてはセロトニン的な欲求に近いんじゃないかな。つまり絶対必要な条件の方に入ってくるというふうに考えられると思います。ドーパミンの欲求っていうのはもっともっとですからね。オキシトシンセロトニンの欲求っていうのは B の欲求なので、そこにある欲求なので、逆に言うと最低限の収入っていうのはそこにないと困る欲求じゃないですか。ですから最低月収20万円ないと困るっていうのはもっとよこせって話ではないので、これはセロトニンオキシトシン的欲求の範囲ですよ、一応お金とは言いながらね、というふうに考えられるかなと思います。ですからきちんと最低限の給料を稼いで最低限の生活費を持つっていうことは精神的な安定に間違いなく通じてくるし、そこが十分じゃないと何かに頑張ってもですね、熱中できるはずもないし集中できるはずもないという形になってまいりますね。ということで、お金は幸せに必要なのか重要なのかっていうことに言うと、最低限の収入や最低限の生活っていうのはもうドーパミン的な欲求というよりもむしろセロトニン的な欲求に含まれてくるので、非常に非常に大切ですよと。最低限の生活は何が何でもまず確保していかないと幸せというのはなかなか行き着かない可能性がありますので、いわゆる愛があれば貧乏でも幸せっていうものはちょっと考え直していく必要があるんじゃないかなと思います。